セレッソ大阪、酒本範之。おもろないし、全然充実感はなかったですね。セレッソ一筋14年、桜の誇りを持つ男、酒本範之のルーツ。高校受験も失敗して、一方法がなくて足場仕事に入ることになったんですけど、ただ日々をこうこなしていたっていうのがこう、まあ、しっくりくるような表現なのかな。同級生も先輩も誰も知っている人がいない。孤独感に襲われた高校時代の始まりだった。そんな時思い出した言葉があった。小学校の時の恩師の先生に、自分たちの考えをこう自由に表現できるようなサッカーを常に指導してもらったので、サッカーは一人じゃ点取れないし、そういう仲間と協力して一つのゴールを目指すっていう楽しさ。サッカーを楽しむ。暗闇に差し込んだ一筋の光だった。そして進む道を見つけた。真剣に何事も向かい合うとか取り組まないと楽しさが出てこないと思うんで、サッカーにしたらプレーをしたい、どうしたいっていうのをこうはっきり伝えれるようになってからは、はい、もう生活もサッカーももちろんこう充実していったのを覚えてます。自分を目覚めさせてくれたあの言葉。プロとなり14年経った今も忘れることはない。サッカーやり始めた時のような、みんなで守ってみんなでゴールを狙うっていう部分がサッカー、それがもう一つの魅力であって、14年目ですけど、もっともっと追求したいっていう気持ちが大きいです。酒本範之が伝えたいこと。サッカーやってる子はほんまに楽しんでほしいし、サッカーをずっと好きでいてほしいし、具体的には僕はほんまにこう自分の得意な必殺技を、サッカーだけじゃなくてもいいし、スポーツやってる子やってない子関係なく、こう自分の絶対的に自信がある必殺技を一つ作ってほしいなっていうふうに思います。次週で今シーズンの J フットにしたは見納め。お見逃しなく。